はい、どうもジョジョ TV です。今回もウィニングイレブンの2020のですね、今回の情報なんですが、総合地情報ですね。はい、ということで今回はですね、もうサムネの通りマンチェスターシティということで、まあ、情報元はですね、バイエルンミュンヘンの総合地を紹介した時と同じ、あの情報元なんですけれども、まあ、前回あのバイエルンミュンヘン の総合地情報として出した時に、あの体験版でね、あのバイエルン のしっかりとした性格の総合値出てたんですけど、はい、ずれてる選手がね、3名ぐらい。そう、3名ぐらいいました。いて、まあ、そのね、総合値も1ぐらいしか変わってなかったんで、1ですね。で、まあ、幅広くても2ぐらいだったんで、まあ、大体割りかし合ってるんじゃないかなということで、今回はマンチェスターシティの。シティはね、ちょっとすごかったですね。そうですね。まあ、その、ウィニングイレブン の FP とかでも、まあ、前のね、2019だと、めちゃめちゃやっぱ、ユニクロ柄で来てたんで、まあ、アグエロ、スターリングあたりはかなり来てました。ここら辺はね、かなり来てたんで、ちょっと能力値は分かんないんですけど、総合値の面でもね、結構期待できるというところで、正確ではないかもしれないんですけど、大体このぐらいみたいな感じで、一つの参考程度にね、見てもらえればなというふうに思います。18名なんで、パパッとまあいきますけど、まずアグエロですね、89からなんと、雷小国あるんじゃねえかと。91でね、アグエロは、その要は2019の時もさ、かなり FP 期待してる。そう。で、点もすごい決めてるんで、雷。あるよね。てか、まあ、戻ってきたって感じなんだよね。そうだね。アグエロに関しては。だから、これは本当にありそうな感じがするというかね。帰ってきたねっていう。コンディション安定度も、こうなってくると、すごい気になるところでありますけどね。まあ、6とかね。で、その前5とかで、みたいな。ただ、その前8とかあったんで。結構変動してるから。すごい変動のある選手なんですけど。またちょっと上がるかもしんないよね。いやー、これは、ね。7、8っていうとこ見えてくるかもしんない。ある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 。全然。だ今季で言うと、ほんとジェズスよりも、あの、フォワードに出てたっていうイメージありますし、今活躍してたんでね。この選手は2020も、ま、引き続き楽しみということで。続いてこちらですよ。ベルナルド・シューバ。こちらの選手もですね、やっぱりその、結構、あの、サッカー詳しい方とかからすると、やっぱスタミナの部分が、いや、もっとあるだろうみたいな。なんかよく来てたね。そう。あの、ウィーニングイレブンの能力者の時にね。そう。スタミナもっとあるぞ、みたいな。あるだろう、みたいな。で、86から88はプラス2なんですけど、まあね、オージャ TV を一回、あの、何度か見たことあるんですけど、確かにベルナルド・シューバってめちゃめちゃボール受けて、みたいな。あと、やれる範囲がなんか結構、広いし。かなり幅広くて、で、FP で1回来たんかな。PSV で2回くらい来たかな。あの、かなりやっぱり、バランスの取れた強さというかね。強かったよね、普通に、ね。非常に使いやすかった感じありますけど。88と。ここら辺もね、まあ、もしかしたら誤差で89とか。まあ、あるかもしれない。あるかもしれないし、ね、まあ、そこら辺も期待したいですね。楽しみな選手のうちの一人といった感じです。はい、そしてこの選手は変わらずですね、ダビド・シルバということで、まあ、変わらず88と。言ったかに、まあ、ウィニングイレブンだとあんまりそんなに使ってる人は見ないかなっていうのが、もしかしたらウィニングイレブン2020だったらフィネスドリブル系の選手強いから、そういうことか、あの、ありかもしれない。まあ、テクニック系の選手が ね結構強くなるんじゃないかなっていう感じあるんで、そう、化けるかもしれない。そう、あの、かなり化ける可能性はあると思いますね。はい、はい、そしてこの選手ですよ、デブライネと。ちょっとデブちゃんもね、怪我だっけ、があってね、ちょっとあの、初期の方かな。確かに試合もね、全部で11試合ぐらいしか出てないです。ただやっぱ出るとめちゃくちゃ活躍する。まあ、だからステイっていう感じで、ね、ちょっとコンディション安定度の部分とかね、そこら辺がどうなるのかっていうのはかなり気になるところですけど、6欲しいなって感じはしますけどね、まあ、そこがどうなるのかっていう。まあ、90はね、一応あるんでね。雷ですよ。引き続き期待したいですね。まあ、強豪選手も来たね、一人でね。はい、そして、エデルソン・モライスですね。はい。87から89ということで。やっぱここもプラス2。まあ、モライスもかなりね、いいキーパーっていうのはね、ありますし、まあ、結構あの、ウィニングイレブンアプリでも使ってる人は多いと思うんですけど、まあ、もう本当、雷手前なんで、これは楽しみな選手なんじゃないかなと。まあ、後半とかもね、あの、キーパーもいろいろ変わってたりとかするんで、そう、まあ、その、こういったね、あの、他のキーパーというか、まあ、大体、ノイヤーとさ、やっぱりデヘアとか。デヘアとかそういうの使ってたけど、あの、あるかもしんないよね。だって、デヘアが後半6になったんだよ。だから、モライスが7とかだったら、そうそう。モライスの方がいいっていう可能性もあるから。そう。だから結構人によって選択肢こう生まれてくるんじゃないかなっていう、選択の幅が広がるよね、感じはしますね。アリソンも確か上がってる気がするんだけど、なるほど。だからブラジル勢のキーパーは結構上がってる印象かなといった感じです。はい、そしてね、フェルナンジーニョ、85からも86と。ただちょっとね、あの、今季はあのロドリーがね、マンチェスターシティに加入するんで、ちょっとそのアンカーのところで
ロドリが出るのかみたいな。ロドリもね、相当いいからね。そう、相当いいんで、あの優秀な金でね、よく紹介してますけど。来たんで。アンカータイプ2枚いるんだね、マンチェスターシティってすごいな。なんかフェナンジーニョを買いで取ったみたいな話ありましたけど。フェナンジーニョも強いからね。めちゃめちゃ強いんです。まあ、FP とかクリア最高だったな。そう、アンカーじゃないんだけど。フェナンジーニョって一回FP に来てたっけ、PSO で。いやどうだったっけな。俺はでもそんな記憶にはないな。アプリ版は来てないのは確かなんですけど、うん、そしてこの選手ですよ、フォーデン、まあ、75から76というプラス1アップといった感じで、フォーデンはさ、やっぱり FP のフォーデンが、うん、あのね、レベルかなり育成すると強いです、まあ、やっぱどちらかというとやっぱ伸びしろのところですよね。だからまあ FP でさらにその伸びしろ発揮するとめちゃめちゃ、うん、あの意外となんつうんだろう、ライザクというか、まあ、2020にもやっぱしっかり合ってるような選手だと思うし、すごい細かいんでタッチも、うん、あの結構ね、まあ、あとボディコンだっけ、人から期待してますね、うん、あの FP のフォーデンが確かボディコンがすごい早いうちに確か完走したと思うんですけど、2019の頃からね、まあ、もう FP だと強いから強い。そしてジェズスですね、まあ、85個はまあステイといった感じで、うん、ただまあジェズスもまだ若いっちゃ若いんで、 そのレベルのね、その上昇幅は結構あるんで、うん、ジェズスの FP とかもね、あの全然強いし、ウイニングレベルは PSO だと1回来てるんですよ、うん、アプリは来てないんですけど、まあ、考案とかね、そこら辺の部分がどうなってるのかっていうところですね。 そしてこちらですね、ギュンドアンが、まあ、あの黒昇格したと。ギュンドアンはやっぱりコンディション安定度が前回4だったかな。4なのよね、うん、そこの部分がね、本当どうなってるのかっていうのはかなり気になるんですけど、確かね、まあ、2019だと確かプレイメーカーなのかな、プレイメーカーです、ね、うん、っていうところで、そこら辺もね、あのどういう感じになるのか、例えばあのメッシとかはインサイドレシーバーになってるんですよ、はい、変わったんですよね、体験版だと、うん、だからそういったところで そのプレイスタイルの変化みたいなのもね、多分あるよね、多分出てくると思うんで、うん、そこら辺もね、気になるところでありますね。まあでも黒昇格したということで、ね、うん、この案が5になってくれればね、結構使う機会、そうだね。そしてラポルトですね、ラポルトも1プラス1上がって、うん、86と結構黒の選手多いね。あのね、だからあのシティは本当に黒になった選手もいるし、それだけやっぱりすごい強かったもんね。そう、うん、まあ、優勝すごかったじゃん、リバプールと、うん、あの2チームがもうキューブの中で、すごい説だからね、最高みたいな感じで言われてたけど、うん、やっぱりシティのここ最近の選手のやっぱあの金から黒に上がったりとか、うん、でまた雷に上がってる選手も多いしみたいな感じで、躍進がすごいかなというふうに思うんですけど、マフレーズですね、マフレーズはまあ逆にマイナス1、はい、ただまあ85ステイ、まあ、黒ステイのままといった感じで、ね、うん、総合値的には1下がってるんじゃないかなと。このアタッカー陣の豊富さだよね、マッチスターシティはやっぱり、だからバランスいいね、あのアンカーも2枚いるしさ、結構チームでバランスがいい、見ていくと、ウィールで見ていくとアンカーが2枚いるチームとかってそんなになかったりとか、まあ、フェルナンジーニョウィールだとアンカーじゃないんだけどね、あ、まあだからその部分でハードプレスだったりするんだけど、大体さ、あのウィールの PSO だとそこにディフェンシブつけたりとかしてみたいなところ多いと思うんですけど、その部分でね、なんかそのタイプが2枚いるのがかなりいいのかなって感じしますね。メンディーね、うん、メンディーも変わらないんですけど、メンディーはですね、あの能力値がね、うん、確か結構めちゃめちゃ優秀なんだよね。185cm あってサイドバックで、であの守備系の能力も高ければ攻撃も高いんですけど、後半が3なんだよね、うん、なるほど。で今回もね、ただ前回のあれがあんまり詳しく試合はそんな見てないんですけども、うん、10試合ぐらいしか出てなかったんで、なるほど、まあ、後半がどうなるのか、はい、そしてオタメンディですね、まあ、84になっちゃったと。はい、だオタメンディ金降格しちゃったんですよ。これもね、あの確実じゃないんで、そうブレるんで、ね、もしかしたら85かもしれないんで、黒で残ってるかもしれないですね。はい、そしてサネですね。サネなんか怪我したみたいな話ありましたけど、またなんかバイエルンになんか移籍するだのしないだのみたいな話も結構出てたりとか、うん、いやまあでもこの選手はもう、ね、そのミニレイ2019の時のアップデートで、ねうん、かなり強くなったというか、めっちゃ強くなったよね、うん、あったんで、うん、まあ引き続き強いのは間違いないんじゃないかなっていう感じでね、スパサブがどうなってんだろうっていう、うん、そこですよ、うん、感じもすごいするんでね、カージンがだからこうやって見て本当すごいんで、前が、まあ、こういった選手も FP で来たらね、とんでもないことになるけど、うん、この選手もだから PSO で行くか FP で、うん、来てますね、サネの方に。はい、そしてこちらですよね、一番の、まあ、驚きというか、このトラップの仕方、まあ、驚きではないよね、やっぱりその2019すごかったから活躍が、そうですね、だって、まあ、ウイレでも何回この選手 FP で来たか分かんないよ、4回ぐらい来たかな、週間でもむちゃむちゃ来たから、もうやっぱプラス4、
やっぱユニクロの選手みたいなね、ウィレだと、そう、そんな感じしますけど、あの、公安がね、4なんですよ、前回だと。これが多分上がってるよね。うん、だからまあそのスターリングに関しては、うん、まあ、総合値が89なのかどうなのかっていうのは、はい、さておいて多分絶対上がってるし、うん、で絶対公安も多分上がってないとおかしいんじゃないかなと思う。おかしいね、4はないだろうって思いますね。多分ね、7ぐらいあっても全然いい選手なんじゃないかな。いや、6じゃないか、さすがに。だって今19シーズンすごかったからね、やっぱ活躍ぶりが。3ぐらい上がることってあるっけ、公安。2とかだったかな。大体そうだよね、読んでたら6、そこがまあちょっと曖昧ですけど、はい。そしてストーンズですね、この選手も、黒昇格ですね、うん、84からまあ85と。だからシティは本当黒昇格がギュンドワンとか本当多いんですよ、まあ、ただここら辺はちょっとなんかブレありそうですね、まあ、まだなんか実際に来てみたら84でしたとかは結構ありそうな感じはあるかな、うん、まあ、大体でも誤差ですけど、そう、まあ、1なんでね、うん、あの多分動いたとしても、まあ、大体は合ってんのかなっていう気がしますね。そしてカイル・ウォーカーですね。はい、84から85。この選手もまあ黒昇格なんですけど、カイル・ウォーカーも、あの、懇願が4で、やっぱそのコンディション安定の部分で結構あのね、使用できなかったっていうところもあったんですけど、うん、ただここで多分カイル・ウォーカーって結構試合も出てたんで、うん、多分コマ上がってくると思うんですよね。こうなってると気になるあの、能力値がね。そうですね。まあ、能力値の部分もかなり気になるね、やっぱ。めっちゃ気になるんです。そして最後ですね、ジンチェンコということで、うん、この選手すごいね、75から80みたいな。だから要は、銀玉から金玉に上がったみたいな。ジンチェンコもこれ、ね、あの、この前なん、あの、昨シーズンのやつでなんか動画出したかもしんないね。はい、あ、一回なんか話題に出してた気がします、ね。あ、なんか知ってたよね。うん。でも、総合値5上がってんのやばいよね。すごい。プラス5は本当にすごい。多分、シティの今説明した18名の中で一番、あの総合値が上がったという、まあ、こんなに本当に上がるのかどうなのかっていうところで、まあでも大体合ってる感じにはなってるんで、ジンチェンコちょっと怪しいけどね、左サイドバックだから、うん、アラバとかがちょっと位置ずれてたりとかしてたんで、うん、まあ、といった感じで今回はまあシティのね18名の選手紹介してきたよといった感じでね、はい、総合値見てて本当にね、あの楽しみになってくるんで、まあ、こうなってくると早く本当に能力値、またコンディション安定度、スキルでプレイスタイルの部分がどう変わってるのかっていう、そうですね、まあ、ここから今体験版出てて、まあ、その大体主要のクラブのまあ能力値の選手の能力値ってのは分かるんですけど、大体ここからの変化もあって9月の12日ぐらいにそのまあこういう製品版が出るんで、まあそこでしっかり分かってくるのかなというところでね、まあアプリの人たちとかまあそこら辺もかなりね楽しみにしてる人多いと思うんで、まあぜひまた情報が出たらね、動画にしていこうかなというふうに思います。はい、さよなら。